ジョン・バローマンは、スコットランド出身の俳優、ミュージカル俳優、ダンサー、歌手、t v 司会者で、イギリス・アメリカの両国で活躍している。現在は、イギリス在住。1985年に、アメリカ市民権を取得し、イギリス・アメリカの二重国籍を所有している。バローマンは、イギリステレビ業界での俳優、パーソナリティとして最もよく知られている。 TV での代表作は SFTV ドラマドクター・フーとそのスピンオフ作品秘密情報部トーチウッドのタイムトラベラージャック・ハークネス役。また、有名人によるアイススケートショー番組ダンシング・オン・アイスに登場したほかライブ・キッキングやハウ・ドゥ・ユー・ソルブエイ・プロブレム・ライクマリアのような娯楽番組にも出演している。ゲイであることを公表していて 2006年には、同性愛者の人権運動団体ストーンウォールのエンターテイナー・オブ・ザ・イヤーに、2006年11月には、ブロードキャスト誌のホッテスト・コモディティの第3位に選ばれている。バローマンは、キャタピラー社に勤務する父とレコード店で働く母と、共に、生まれ故郷のグラスゴーで8年間を過ごし、1975年に、父の転勤でアメリカに渡った。 続く数年間を彼はイリノイ州ジョリエットで過ごし、ジョリエットウェストハイスクールを1985年に卒業した。彼の父はジョリオットにあるキャタピラー社のトラクター工場の前工場長である。バローマンは高校入学当初からいくつかのミュージカルで役に就き、1983年から1985年にかけてハロードーリー、オリバー、キャメロット、 リリー・アブナー、エニシング・ゴーズに出演した。その後カリフォルニアのサンディエゴにある私立大学に進学し、1990年にはイギリスに戻っている。バローマンは、エニシング・ゴーズ、ミス・サイゴン、ビジョと野獣、マタドール、ヘアー、グリース、サンセット・大通り・オペラ座の怪人といったウエスト・エンド・ミュージカルに出演している。1998年には、 ザフィックスでローレンス・オリビエ賞にノミネートされた。また彼はロープなどミュージカル以外の演劇でもウエストエンドの舞台に立っており、2005年のアフューグッドメンではロブローと相対する役を演じている。最近ではニューウィンブルドンシアターで2005年から2006年クリスマスシーズンのシンデレラに出演した。ブロードウェイでは短期間ではあったが、ウエストエンドでも演じていた。 サンセット大通りのジョーギリース役で出演を果たした。それ以外のブロードウェイ出演は1999年の2000年のソンドハイムのレビュー、プッティング・イット・トゥ・ザーのみである。2002年には JF ・ケネディセンターでのソンドハイム・セレブレーションで、カンパニーの中心人物、ボビー役を務めた。アメリカでのバローマンは、おそらく低予算カルト映画、ディープライジング・マイナス・コンクエストの主演と、 短期のプライムタイムソープオペラ、ヤスミン・ブリース主演、タイタンズ欲望のラプソディや、セントラルパークウエストへの出演で最も知られていると思われる。バローマンはゲーで、アメリカの人気ドラマシリーズ、二人は友達。ウィルグレースのウィル役の構想に登っていたが、プロデューサーのストレートすぎるとの考えから、ウィルはストレートのエリック・マコーマックが演じることとなった。悲しいのは、 それが同性愛者によってなされているってことだよと2006年1月の記事でバローマンは発言している。後に彼はゲイの男は皆同じように振る舞うものだという固定観念に対し意義を唱えた。バローマンは BBC1 の SF テレビドラマシリーズドクターフーではジャック・ハークネス役として空っぽの少年を皮切りに続くゴアに登場した。このキャラクターは翌年、 現代のカーディフを舞台とした BBC3 によるドクター風の大人向けスピンオフ作品秘密情報部トーチウッドではエイリアンの動きや犯罪を操作する主役に据えられている。どちらのシリーズでもジャックはオムニセクシャルとして描かれている。またバローマンは2007年、2008年のドクター風シリーズ3最終エピソード3本、シリーズ4最終エピソード2本、 2010年新春スペシャル1本の計6本に出演している。バローマンの音楽的才能は映画において取り上げられ、コールポーターの伝記映画、五線譜のラブレターでは、ケビン・クラインとのデュエットを披露し、プロデューサーズでは、春の日のヒトラーを歌っている。また最近では、BBC 一よう夜の新シリーズとなる、ウエストエンドの役者たち出演のミュージカル、音楽番組、 ザ・サウンド・オブ・ミュージカルズに司会をしながらパフォーマーとしても参加している。2006年から2007年冬の自動劇シーズンにはカーディフのニューシアターでジャックと豆の木のジャック役を演じた。1993年から1994年にかけてバローマンは BBC 初の子供向けバラエティ番組ライブキッキングがテレビゲーム番組ザ・ムービーゲームへと変わる前に アンディ・ピーターズ、エマ・フォーブスと共に司会を務めていた。また1990年後半には、ファイブのアフタヌーンショー、ファイブズ・カンパニーのレギュラープレゼンターの一人であった。キャンプ・フォー・ビギナーズ、サタデー・モーニング・キッズ・ TV ・ジョンバ・ローマン、彼は、続ゾ々クゾクするような美貌と、あのアメリカ流の喋っている間は笑顔、絶やさないという、母親が高い金を出した。 歯科治療を見せびらかすような小水習慣。まあ私には悲しいかな生まれつき、唇の組織が足りないんじゃないかとしか思えないのだが、お金備えている。これが彼の話すバレーガールアクセントと、いかに何もかもが最高に素晴らしいかをまくしたてる西海岸気質と相まって彼から目を逸らすことを不可能にしている。キャンプに関して言えば、まあ今週のエピソードは、 ネイバーズの登場人物と買い物だ。マーク・シンプソン、イッツ、エイクンやワールド、1996バローマンは、2006年1月から2月には、ITV1 の番組で、有名人たちが、ジェーン・トービルクリストファー・ディーンのコーチを受けて、実際のフィギュアスケート大会の多くの要素で競い合う、アイススケートショー、ダンシング、オンアイスに参加した。バローマンのパートナーは、 世界ジュニア選手権の金メダリストで3度のロシアチャンピオンに輝いたオルがシャルテンコであった。バローマンシャルテンコは本命視されていたのだが、2月4日、ステファン・ブースクリスティーナ・カズンズと対戦し、3対2の判定で敗退することとなった。2006年4月10日から14日には、バローマンは ITV の朝のトークショー、ディスモーニングで、 イースター休暇のフィリップス・スコフィールドの代わりに司会を務め、5月1日から5日には、BBCCBBs でおとぎ話の朗読をした。また、2006年夏には、BBC1 のタレント発掘番組、How Do You Solve A Problem Like Maria? で、アンドリュー・ロイド・ウェバー、デビッド・ヤン、ゾーイ・タイラーと共に審査員を務めた。2006年12月31日、 バローマンは二度のテレビ出演を果たした。まず BBC のグロリア・ハニ・ホード司会のヘブンアースでは精神性とシビルパートナーシップについて語った。次も同じく BBC の2006年のニュースを軽く振り返るグラハム・ノードン司会の単発番組ザビッグ・フィニッシュにクレイグ・レベル・ホーウッド、ルイス・ウォルシュと共にゲスト出演した。2007年2月11日には E エンターテイメントテレビジョンにて、英国アカデミー賞授与式を、ルビーワックスと共に報じた。また、BBC ラジオ2の毎週日曜のミュージカル、映画音楽番組エルインページ賞で、2007年2月11日と18日の2週に、渡り、ゲストプレゼンターを務めた。バローマンは、イギリス人建築家、スコットギルトは1991年に、 チチェスターフェスティバル劇場での公演中に出会って、以来のパートナーで、ロンドンとカーディフのベイエリアに家を持っている。この長年の関係にもかかわらず、バローマンは、スコットランドヘラルド氏に対し、なんだって自分のことを嫌悪する振興システムから結婚の承認をもらいたいと思うんだと結婚する計画がないことを伝えていた。2006年12月27日、バローマンとギルは、 シビルパートナーとなりはしたものの、アティティュード氏のインタビューで説明した通り、二人はこれを結婚と呼ぶつもりはないそうだ。僕らはただ市民登録にサインするだけだ。同性愛のパートナーシップに結婚の言葉を使うことを僕は支持していないから指揮を上げるつもりもないよ。結局二人はカーディフで40人程度の身内だけで祝う小さな披露宴を開き、 ドクターフーとトーチウッドの制作指式ラッセルティ・デイビスとトーチウッドのレギュラーキャストも招待客として参列した。このシビルパートナーシップはオーケー、死、OK、によって取材され、2007年1月16日には披露宴の写真も掲載された。同時2月7日号のインタビューでは、バローマンはかつて語った同性結婚についての信念を覆したようにも見て、撮れる。 彼は記事中、シビルパートナーシップをそのまま結婚と呼び、パートナーのギルを夫と言い表した。ドクターフーマガジンへの最近のインタビューで、バローマンは本当いい男。好きだよ。いいケツしてるしね、とコメントし、またどれだけ前ドクターフーのクリストファー・エクルストンと、セクシーなゲドクター、デビッド・テナントが気に入っていたかを語ってみせた。彼はさらに際どいコメントをしたため、 マガジンのエディター、クレイトン・ヒックマンは、当時は読者の年齢層を高めに想定してはいますが、内容の中には行き過ぎた表現を含むものがあったかも、知れないことを謝罪いたしますとの謝罪文を掲載する、羽目になった。2013年7月2日、バローマンはパートナーであるギル・スコットと、アメリカ合衆国カリフォルニア州で結婚した。結婚する直前、バローマンは、 自らのツイッターで、僕たちはこれから結婚してくるよ。だって、僕たちにも結婚ができるようになったんだからねと、結婚を報告。ツイートには二人が映ったビデオが添えられていた。ホールデン、スティーブン、キャバレーレビュー、コンフェッションズ・オブ、エイアン・キードードル・ダンディ。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュクエリードット nytimes.com スラッシュ gst スラッシュ f u l p a g e html ですイコール q d 0 h e 4 d 71 e 3 e f 936 a 15751 c 0 a 9649 c 8バイト e 63 2007年1月26日閲覧 ストーンウォール、ジョンバローマン、シュガーラッシュ、シェリリブローフスキー、メールオンサンデーウィンアカレーズアットストーンウォールアワーズ。プレスリリース、2006年11月3日閲覧。マレー、ポーラ、ラスルイズ・ボーテッド・ホッテスト・ブランド・オーエンテレ。 ザ・デイリーーレコド、h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w d a i l y r e c o r d c o u k スラッシュニューススラッシュ tm ヘッドラインイコールラッセルイズポーテットホーテストグランドオンテリーメソッドイコールフルオブジェクティットイコール1814万 9622& サイトイコール六万六千六百三十三ネームページ HTML 二千六年十一月二十五日閲覧 http スラッシュスラッシュ www j o h n b a r o w m、oh、n com j o h n b a n オフィシャルウェブサイトバイオグラフィセクションハットゲイ ドクトル・フースター・ワズ・トゥ・ストレート・フォー・ウィル・グレース。ピンクニュース、2008年6月10日閲覧。ウィリアムズ・アンドリュー、60セカンドインタビュー、ジョン・バ・ローマン。メトロ、http コロンスラッシュ、スラッシュ、www.metro.co.uk、スラッシュ、フェーム、スラッシュ、インティー、アーティクル、ド HTML、インアーティクル。 ID イコール 23,649& インページ ID イコール112006年11月3日閲覧スタンディーアランキャプドジャックリターンズ2ドクトルフー サイハイポータル、http コロンスラッシュスラッシュ www.syfyportal.com スラッシュ news.php id イコール30082007年2月12日、閲覧 media.guardian.co.uk 2008年6月10日閲覧ジャックザ・ビーンストーク。 What's on? ニューシアターカーディフ。2008年6月10日閲覧。エクスクルーシブ。ドクターズ。ジャックテイクス o n i t v ソファー r デイリーミラーキャメロン・ドバートソン。マンデー2006年3月13日 BBC。プレスオフィス。How do you solve?A problem like Maria. パネルチョーズンチューズデー2006年6月6日。A.B. カーリー。 キャッチングユーアップスルー2007トーチウッド t v 二2 0 0 7年1月13日閲覧バフタレッドカーペットジョンバローマンオフィシャルサイトニュース2007年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年1月13日閲覧 JB オンザラジオジョンバローマンオフィシャルサイトニュース2007年2月17日時点のオリジナルよりアーカイブ 2007年1月13日閲覧。おかなー、ギャビン、トーチウッドスターインセレブリティセレモニー。i c a r ズ。s http://icwales.icnetwork.co.uk スラッシュ、sout,hwalesech-o スラッシュニュースラッシュ tm ヘッドラインイコールトーチウッドスターイン。 セレブリティセレモニーメソッドイコールフルオブジェクティットイコール1833万 9640& サイティドイコール5082ネームページ HTML2006 年12月28日閲覧エニ行クイレスアティチュードマガジン http コロンスラッシュスラッシュ w w w a t t i t u d e c o u k ハットイリアムズ。 アンドリュー、60セカンズ、ジョン・バローマン。メトロ、http コロンスラッシュスラッシュ www.metro.co.uk スラッシュフェームスラッシュインティアールヴィスラッシュアーティクルドット html インアーティクル、article, ID イコール 23649&、インページ、ID イコール112006年11月5日、閲覧。 トーチウッドスターズカーディフビッグデー。BBC ニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュ1スラッシュハイスラッシュウェールズスラッシュ 6173076.stm2006 年11月25日閲覧。トーチウッドスターズシビルセレモニー。BBC ニュース。 http://news.bbc.co.uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュ uknews ウェールズ 6212729stm 2006年12月27日閲覧スカイニュースジョンズセクシー社2008年6月10日閲覧トーチウッドジョンバローマンが交際20年のパートナーとカリフォルニアで結婚 2013年7月3日閲覧、ありがとうございます。